こんにちは増田市投資の商店の時間ですこの番組はトレンドと転換点が一目でわかるオリジナル株価チャート増田市を使って現在の相場状況を読み解き今ホットな銘柄をお伝えする番組です最終回となります今日も増田経済研究所の宮島絵鶴さんとストックボイス第一スタジオからお伝えしてまいりますよろしくお願いしますよろしくお願いいたします それではまず週明けの東京市場の動きからチェックしていきましょう。場の日経平均株価は 六百二十六円七十三銭安の一万八千七百六十二円七十銭で反落となっております。そうですね、えー。反落のスタートになってきております。はいえー、まず日経平均の動き引き下がて確認していきましょう。えー、上段にマス足、下段にローソク足の表示になっておりますが、まあ、先週三、えー、月二十五日に戻り高値つけましたが、それ以降はこの緑に線二十五日の移動平均線が上値抵抗になり、まあ、戻り一服。そして今日は このピンクの線、5日線ではありますが5日線をわずかながら割り込んでの全番の動きになってきております。元もですね2月の6日の高値から 3月19日の安値まで、まあ、一気に調整してまいりましたがその戻りの水準を見ていきますと38.2%、戻しの水準が1万9275円ですので、まあ、そのあたりのところをうまく抜けきれずに、えー、今日は反落になってきております。まあ、たでですすねねこここの戻りもです、ね、ここから ちょっと今週、調整に入りますよというのが3、まあ、日足がこでブルーに今日変わってきてますからね、はい、まあそんな見通しが出てきているんですがその調整がどのぐらいになるかなというのを先に見ておきますとこの戻りの幅ですね。 戻りの幅に対する推しの水準を見ていきますと今度はですね38.2%、推しの水準が1万8339円ですのでこの辺はをサポートにすっと切り返してくれるとまあ戻り高値更新または25日の移動平均線突破というのも見えてくるかもしれません、ちょっと推しが深くなると1万7960円台このあたりは今週見ておいてもいいかもしれませんね、はいはい。そししてて色分布図を簡単に見ていきましょう 先週から改善が見られてきておりますが白の銘柄少しずつ増えてはきております、うん、でマスダレシオも同じく、まあ、先週改善がちょっと進みましたがちょっと今週に週明けはですねこのマスダレシオの改善も鈍化してきておりますので、まあ、再びですね、えー、ここからもう一度切り返してこれるか、えー、これが目先のポイントにはなりそうですねはい、はい、続いてニューヨークダウンの動きはどうでしょうか、はい、ニューヨークダウンの動き見ていきましょうはい えこちらがダウの冷やしのチャートになりますが先週末は900ドルを超える下落、まあ、日経平均と同じようにですねえこのところで25日線を前にえ戻り一服してきておりますがダウの動きも同じように値幅を見てみますと38.2%ここはぴたり止められている形になりましたので目先は。 対ですね。先ほどの日経平均と同じように押しの水準2万900ドルそして2万400ドル。まあこの辺りをサポートにスッと切り返して来れるかどうかが今週のポイントにはなりそうですね。はい。もう株安相場でドル円も値動きの荒い展開が続いているんですよね。そうなんですよね。あのー。 株式市場と為替市場、ちょっと反対の動きが強まっていましたが、先週末にかけて為替相場はかなり円高基調は強まってきております。うん、まあ3日市もこう連続ブルーで25日足も70日足もまあ割り込んで、また一番トレンドの周り黒に戻ってしまう。ちょっと動きの激しい展開になっているんですけれども、うん、ここで見ておきますと101円、えー、25銭つけてから111円70銭まで、えー、円安方向に触れましたが。 ここを見ていきます。ここを割り込んできておりますので106円の40銭台、そし105円の20銭台、まあ、今週この辺あたりがあるかもしれない、三日足のブルーが続くとこの辺りというのも想定に入れておいてもいいかもしれません。ね。はい えそして先週は日経平均が7週ぶりの上昇となるなど、まあ、戻りを試す展開が見られたということですがどのような銘柄が買われたんでしょうか、はい、そうですねえちょっとその動きを見ていきたいと思います、はい、まずですね全銘柄の値動きを示す年市一部ですねトピックスのチャートを見ていきましょうトピックスのチャートを見ますと日経平均に戻りは強いんですよね三、うん、日足がこう連続ピンクで25日線にまあタッチするような局面まあ、ローソク足を見ると25日線抜けるようなところも先週末には見られました まあ今日はわずかながら割り込んでいる、まあ、1%程度ですね割り込んでいますので一旦え下に来ておりますけれども6色分布図を見ますとこれがですね日経平均より全然いい形、うん、白の銘柄が42%、まあ、上昇波動が白、黄色、緑ですので実は先週の動きで上昇波動に入ってきた銘柄のが多くなったんですよね。うん、ここれれはちょっとと意外なところかももしれませんが増田レシオも まあ最悪のところをつけてからぐっと戻ってもうマイナスの43ぐらいまで戻してきます。まあ95まで行ったことを考えるとまあかなりえマスターレシオも改善してきております。そこでえどの銘柄改善してきているかっていうのはちょっと六色分類、これ業種別に見ていきたいと思います。はい、まあちょっと直近の動きを拡大していきますとまあやはりですねセクター別で見ますと上昇波動の銘柄が増えてきているのはパル 紙、食料、水産、銀行、電気ガス、医薬、も内需、そしてディフェンシブ銘柄が、まあ、圧倒的に多い状態なんですよね、まあ、少し具体的に見ていきましても、まあ、紙パルプもそうですし食料、食料セクターでも黄色まで量化してきている銘柄、うんえー、これもかなり増えてきております。 銀行だと意外なところに、まあ、ゆうちょ、えー、そして地銀ですよね、はい、地銀各,各,各社の、えー、戻りも見られております、メガバンクはまだまだ黒なんですね、三菱 UFJ もみずほも、まだ悪いんですけれども、はいまあ、地銀の、えー、上昇というのも目指します、そして反対に悪いところ、見ておくと、セクター別で見ると悪いところ、その他金融。 そして輸送、まああの、トヨタは今白、えー、今日にもまた黒になってしまうかもしれないですけれども、まあ、各部品メーカーも含めてあまりいい状況ではないそしてサービス、そしてここに日経225があるんですよね、これが特徴として出てまいりまして日経平均に構成銘柄というのはまあ各セクター、えー、均等に分けられているんですけれども特に 指数がちょっとまだまだ改善が鈍いんですよねですので内需のこちらの、えー、銘柄ですよねこういうところにちょっと、えー、改善する銘柄が偏っているそんなふうな見方ができるものですよね、うん、はいありがとうございますこの後は個別銘柄についてさらに伺っていきますここからは個別銘柄について伺っていきます このコーナーではマスダー株号に搭載されている機能 DSR15 を使って今ホットな銘柄をご紹介していきますこの DSR15 とはデイトレスイングランキングの略で15はそのまま15銘柄ということです直近3日間の出来高平均と現時点の出来高を比較し出来高の増加率が大きい順にリアルタイムで表示しています 出来高の変化を動きの予兆と捉え有望銘柄を発掘する機能となっていますそれでは今日はまず初めに先週取り上げました、うん 4424アメージア 4308J ストリームから見ていきましょうかそうです、ねえー、先週取り上げた銘柄を振り返りますがアメージア取り上げましたけれども、はい、まあ先週の放送で取り上げてから三日足ピンク、まあすぐ終わってしまった銘柄にはなりましたね、うん、え三日足がブルーに転換してしまいましたのでまあ一旦ここで逃げ場になりましたけれどももう一銘柄を同じようなチャートの銘柄を先週はえ見ていきましたけれども4308の J ストリーム、はい、こちら の、えー、チャートも確認していきますとこちらは取り上げてからピンクの足がぐーっと、まあ、続いて今日もですも、ね、続く、そして先読みを見ましてもまだまだピンクの足が続くよという予測足になっておりますが、まあ、あの取り上げたところが同じでも、えー、3日足がすぐブルーになってやめる銘柄もあればこのようにピンクの足が続く間は持ち続けるよーとなりますと、まあ、損も小さくし利益を大きくすることができるまあこれを単純に見ることもできるので、まあ、これもまた増田市のいいところになります。よねはい そして先週の金曜日の大引け時点でランクインした銘柄を振り返っていきましょう、はい、こちらがです、ね、先週金曜日のマザーズの値上がり銘柄のランキングになりますけれども、はい、その中で,で、ね、4448の チャットワーク、はいえー、この銘柄金曜日にランクインしておりましたがこちらが冷やしのチャートになりまして今日大幅上昇になってきております、まあ、少し、えー、出来高が増えてくる中で今日ですね三、えー、日足連続ピンクで黄色に量化してきた銘柄ですのでまあ今後ですねピンクの量が広がることが期待されますでもう一銘柄見ておきますと六ゼロ三四の、えー、MRT ですね、はい、こちらの冷やしのチャートをご覧いただきますと今日一気にストップ高に なってきております。先週の金曜日から、えー、DSR15 にランクインするぐらい出来高ちょっと増えてきていたんですけれども、ここに来てレンジを突破し今日ストップ高、えー、明日以降の戻りまたちょっと期待したくなりますよね。はい。えそして今日の DSR15 にどんな銘柄がランクインしているのか見ていきましょう。はい。えー、それでは今日の DSR15 東証一部の値上がりから見ていきたいと思います。はい。上から7702 JMS 三九六八セグエェグループ九二六二シルバーライフとなっています。そうですね、えー。この中からですね、トップにランクインしている JMS、はい、こちらの、えー、チャートを確認していきたいと思います。はい、こちらがですね、えー、JMS の日足のチャートになりますが、ちょうど先週の金曜日に、まあ、弊社日足に開催員を、えー、提供させていただいております。はい、ここで出てきた銘柄で、ちょうど、えー、今日からですね、えー、大幅窓開けの上昇で。 そのままいい勢いになってきましたので、まあ、この開催に対する手じまいサインがどのぐらいあたりで出てくるのか、まあ、この銘柄はです、ね、加工トレンドというよりはブルーのすだれを一気に消してきていますので、まあ、ここからピンクのすだれがどれぐらい大きくなるのか、まあ、そこを見てみたいでですねは最後にマザーズも見ていきますか。そううですねママザザーーズズも簡単に見ていきましょうかの 値上がりりになりますはい、はい、こちらは上から 6034MRT、3 6 9 1ルワールド四四四一4 4 4 1ムズとなっていますそうですね先ほどの MRT も、そしてチャットワークも、うん、今日もランクインしてきておりますけれども、はい、その中、ちょっと下に,ここに4475の変化、こちらの冷やしのチャートを確認していきたいと思います。はい こちらが変化の日足のチャートですけれどもまあアメイジアや J ストリームとちょっと似たような形で75日足がピンクで一旦戻りには失敗してしまいましたただ今日3日足がピンクにそして先読みもピンクこれ続いていくのかなというのを見る成功例が J ストリームかもしれないのでそれを狙っていくのは今週面白そうですよねありがとうございます。ここままで個別銘柄についてて伺ってきました ここでマスダ氏無料お試しキャンペーンのお知らせです。番組で使用しているマスダ経済研究所のオリジナル株価チャートマスダ氏を15日間無料でお試しいただけます。マスダ氏の無料お試し体験はマスダ氏で検索してください。以上お知らせでした。 えさて宮島さん、はい、去年6月から始めてまいりましたこの番組も今日が最終回となります。振り返ってみていかがでしょうか。そうですね、えー。この番組を担当させていただきまして、はい、まあ今日のようにね DSR15 で個別銘柄もご紹介させていただきまして、うんはい、またですね、あの全国各地で開催するセミナーの口も、うんえー、毎週のようにさせていただきましたけれども、はい、実際に私もセミナーに参加させていただきまして、うん、いつも放送見てるよ。 この間いい銘柄取り上げたね。はい、あんな銘柄取り上げるのっていろいろね <laughs> あのご、はい、あのご感想もいただきましたけれどもうん、うん、やはりですねあの会セミナー終わりの時にはね、えー、来週もまあ見て見るから楽しみにしてるよっていう,うん、うん、お言葉をいただきましたので私もに個人的にもね非常に嬉しかったなということはたくさんありましたね。はい。はい、そしてあの私はこういった経済番組を担当するのが初めてのことでもう最初は恥ずかしながら全部の言葉が呪文のように聞こえたんですけれども <laughs>、はい、あの宮島さんの説明が 本当に分かりやすくて、だんだんこう何を言っているのか分かってきたっていうのがすごく嬉しかったです。あ,はい、あの初心者の方で視聴,視聴者の方がいらっしゃいましたら、同じようにこう成長できていたら嬉しいなと思います。 はい、はいまあ、あの番組は今日で終了してしまいますけれども4月以降のマーケットをどのようにご覧になりますすかそうですね、まあ、今、街を歩いていてもそして土日も外出自粛など非常にちょっと緊迫感もある、うん、形になって、はいます、ね、これ相場もちょっと同じかもしれないですよね4月以降もまだどう値、ね、動きをしていくのかというのは全く読めない状況の中でやはり大切なのはトレンドを見ることなんです。よね、はい、無理はしないい、うんえー、トレンドのいい 中にはあります今日説明したような銘柄もですのでそういうところでどんどん、えー、攻めていければいいのかなと思いますからねやはりトレンドを見るピンクは上昇ブルーは加工これをちょっと番組が終わってからも、えー、チャートを確認するときには思い出していただければと思いますねさて本日は増田氏投資の商店最終回をお送りしてまいりごいがとうざました。